東証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。まず最初に本日お伝えすることですけれども、相場概況と日経平均株価の位置、そしていつもの通り新高値銘柄、最後に銘柄紹介としまして4063の新越化学ですね、こちらを紹介したいと思います。本日の日経平均株価ですけれども2883円と前日比95円高となりました。朝方から高く始まりまして、その後はですね動きの乏しい状態となっております。先週末の PR ですね 12.0 倍、ドル円なんですけれどもやや円安方向でしたね。109円の74銭から75銭、このあたりが15時頃となっております。こちらは規模別になります。日経平均ですけれどもプラスの 0.46% 上昇しております。でこちらマザーズですけれどもマイナスの 0.82% と下落するという状況になっております。こちらは業種別になります。本日は業種別下落したのは海運のみとなっております。上昇なんですけれども製品石油金属、こちらが上昇の上位3業種です。下落の方なんですけれども海運、繊維、輸送、こちらの3業種となりました。それではいつものようにですね日経平均株価の位置、今の位置を見たいと思います。先週末で PR は 12.0 倍でした。みなしの EPS ですけれども1727円となっております。徐々に下がっておりますけれども、この決算出ましてから1700の、この、30円弱ぐらいですね、こちらでとどまっているという状況です。25日の移動平均線も上回ってきておりますけれども、まだこちらですね200日移動平均線までには 5% ぐらい離れております。とりあえずはまずは2万1000ですね、こちらを目指すというふうな状況になっております。こちらはトピックスになります。トピックスの方は PR は 13.4 倍となっております。よく似た形状となっておりまして、トピックスの方も25日移動平均ですね、こちらを上回る状態となっております。それでは業種別ですね、こちら見たいと思います。年末終わりからこの先週末までですね業種別を出しております。こちらは上位と下位の3業種となりまして、まずトピックスですね、プラスの 4.7% となっております。で上位の方は電気、パルプ、精密というふうになっておりまして、こちら、下位の方は小売、食料、証券となっております。小売はですね、今年始まってから、非常にこちら、停滞しております。一方ですけれども電気ですね、昨年末非常に大きく下落しているということありますけれども、堅調な状況になっております。こちらは主な業種ですね、主な業種を見ていただきますと、こちら不動産ですね、目立っております。あと機械、途中まで上位の3業種に入ってきておりましたけれども、ややだれてきておりまして、この位置におります。でトピックスを下回るといったものは建設、特にこちら急落しておるガス、化学、陸運というふうになっております。それでは需給をいくつか見たいと思います。まずは海外投資家売買動向になります。こちら1月の第4週ですね、現先の合計で2012億円の買い越しとなっております。現物先物ともに買い越しといったところ、買い越しというふうな状況です。こちらは最低取引にかかる現物ポジションですけれども、こちら買いポジション7431億円、前週末比ですけれどもわずかに下がりました。マイナス420億円ですね、下がったというふうな、分かりにくいですけど未だにこちら低い水準にあります。最後はですね、こちら信用評価ですね、こちらは1月25日現在でマイナス 13.3% でした。依然としましてこちら戻ってきておりますけれども、マイナス 10% を超えておるという状況になっておりまして、なかなか苦戦が続いております。それではですね、週間ごとの新高値銘柄、こちら見たいと思います。先週ですけれども、この1月の28から2月の1日、この間新高値を取ったもので時価総額順番に並べております。見ていただきますと、こちら富士通ですとか日本電機、あと出ておりませんが11番目にはアンリツがおりました。いわゆる 5G 関連ですね、 5G 関連が活況となってきております。もう一つはこちら見ていただきますと、いわゆるリートですね、リートの方が非常に目立つというふうな状況です。
それでは最後に銘柄の紹介をしたいと思います。本日は4063の信越化学工業、こちらになります。まず最初チャートこちら出しております。信越化学工業、本日 PR の方は 13.5 倍、対しましてこちら日経の業種別ですけれども、化学の PR13.5 倍と、ほぼ以下同じ水準となっております。会社の概要ですけれども、塩化ビニルですね、いわゆる窓のサッシですとか雨どいですね、こういったものに使われる原料、もう一つは半導体シリコン、いわゆる半導体の元となるものです。こちらの世界最大手になります。こちら塩化ビニルはシンテック、米国の会社ですけれども、こちらが主力で、国内、米国内だけではありませんでして、南米から、中東、アフリカですね、世界中に販売しております。半導体シリコンの方も、世界中で販売しているというふうな状況になっております。でこちら三九流系、18年の4月12月が終わりました。売上高の方は増収増益しっかり出しております。で売上各利益なんですけれども最高を達成しております。でそれを牽引しましたのは塩ビ、こちらはスプレッドといいまして、いわゆる原料と販売価格の差ですね、こちらが開いておりまして改善しております。もう一つは半導体シリコンですね、こちらは昨年あたりから値上げ効果が出てきておりまして、こちらの値上げ効果、これが効いております。でセグメント別なんですけれども、こちらは3級のですね、数字の大きい順に出しております。半導体シリコン、主力の半導体シリコンですけれども、18年3期ですね、 18.3 期、 19.3 期見ていただきますと、着実に利益の方ですね、積み増しております。特に3級は373億円、このちょうど1年前のこの3級と比べまして、52% プラスとなっております。もう一つの塩ビの方も、アメリカを中心に、アメリカだけでなく世界中で売れております。非常にこちらも好調に来ておりまして、去年の、産休ですね、こちらは247億円が、312億円ですね、26% プラスとなっております。非常にこの会社、シェアの高いものですとか有力なものありまして、非常に、額の大きい営業利益ですね、稼ぐ力があるということになっております。で一番注目されるシリコンウェアの状況ですけれども、会社側の見解としましては、まず300ミリですね、こちらの方は需要は旺盛です。足元はややスマホ向けですとか中心としたロジック系ですね、こちら落ち込みました。でメモリの供給過剰による需要は軟化しております。ただ信越化学の方は契約に基づき着実に出荷しておるという状況です。でもう一つの200ミリですけれども、一部 IoT 向けですね、こういったところでは需要は旺盛です。ただスマホですとか産業民生その他のものですね、こちらはやや低調となっておりまして、春頃までは全体としましてはやや低調かなというふうな見方でした。ただ信越化学の方はフル稼働の状態、特に高速移動通信向け 5G だと思われますね、こちらの需要の方は旺盛です。で今期なんですけれども、こちらも増収増益を見込んでおります。で設備投資の方も減価償却、これも変更ありません。で今現在配当成功 30% ぐらいなんですけれども、長期的に 35% を目指すというふうに言っております。で自社株買いの方を検討のための検討というふうではないというふうなコメントも出しておりまして、期待ができるかもしれません。また半導体シリコンウェアですね、19年20年ともに価格の上昇、こちらは見込めるということです。ヒストリカルで見て PR なんですけれども、今現在この 13.5 倍あたりですね、見ていただきますと業績は好調にもかかわらず非常に低い状態になっております。で最後もう一度チャート見ていただきます。株価の方下落しておりましたけれども、決算が発表ありまして上昇しております。今現在のバリエーションといったところも、相対的に見て長期的に見て、面白い投資見読みがある水準かと思います。以上7110マーケットズでお送りいたしました。